今回は1953年に公開された続10代の聖典を見ます。18歳の高校生アキコは母と共に貧しい暮らしをしているが、2階に下宿する中継の医学生三木真人へ思いを寄せていた。しかし真人がアルバイトでアキコの旧友夏子の家庭教師になり、夏子と親しくなるとアキコは孤独を感じた。そんな気持ちも手伝い、ふとした過ちから偶然知り合った男にといったお話のようです。夏子を若尾彩子が演じています。10代の聖典に出演していた若尾彩子と南田陽子がいるけど、前回とは別のストーリーだね。そうだね。それでは一緒に見ていきましょう。するんじゃありません。夏子さんおよしなさい。いつまでも律子ちゃんの相手をして。だってすぐ算数50点なんて言うんだもん。少しは明子さんを見習いなさい。知らなかった。終電車だから行き過ぎだったかしら。それでお母さんこんなに早く起きて眠くない？もう慣れっこですよ。さあ早くお話さ。ええ、お帰りの遅い時には無理に起きなくてもいいわ。私するから。そんなこと気にしなくたっていいのよ。それより、ホテルの会計係なんて仕事、アキちゃんも肩身が狭いと思うけど、我慢してね。その代わりお母さんも、アキちゃん学校卒業するまでは、どんなことをしたって。何もかも卒業する日までね。いいわ、私も頑張る。
校卒業したら、一生懸命働いてお母様を幸せにします。できるかな?しまった。え?宿題わかんないとこあんの。起きてるかな、マッペ。これ。お母さん、綺麗よ。とっても綺麗。バカね。アキちゃん、障子の外から入ってもいいですかって声かけるんですよ。わかってるわ、そのくらい。お兄さん。お兄さん。誰?アキちゃん?ええ。入ってもいい?ああ、いいよ。お寝坊ね。まだ起きないの?ああ、10時まで。朝寝坊ほど精神の喜びを感じるものはないからね。ダメよ、そんなごまかし青春論。朝寝坊なんて不潔よ。また不潔か。僕のシャツを見れば不潔、靴下を見れば不潔。今度朝寝坊が不潔か。だって、お医者さんになろうとしたの不潔じゃいけないわ。なるほど。ダメよ。ん?お口洗ってからになさいよ。不潔よ。また不潔か。あのね、私、今度からお兄さんと呼ぶのよそうかしら。どうしてだい?だって、私たちいとこ同士ですもの。お兄さんなんてなんだか変だわ。じゃあ、なんて呼ぶ?なんて呼ぼうかな?マッペでいいだろ?それは陰で呼んでるだけよ。ごめんなさい。真人さんって呼ぶ。真人さん?なんだか変だけど、そのうち慣れるだろ。また宿題だろ?忘れてた。また。三角か?嫌ですわ。アキちゃん、早くなさい。遅くなるわよ。はーい。あ、もしもし。あんたの?違うわよ。松下先生のよ。そうよ。女子の引き起こした日のグラフよ。ね?ほら、これによると大体27日目ごとに女子の引き起こすってことわかるでしょ?貴重な資料だわ。ということは、つまりね。じゃあ、もう東京あたりからじゃないの?そうよ。恐怖特報よ。本日、不運強かるべし。やだわね、野倉さん。そんな人の秘密を探るなんて。あら、そうかしら。女なら誰にだってあることよ。だって不潔よ。そうかしら。まさこちゃんどう思う?なんてことないわ。この統計で町田先生の権威が傷つくわけじゃないし。そうよ。私はただヒステリーを科学的に分析しただけのことだわ。そうよ。まあ、消えた。そんなことが科学的だなんて。私は安富さんに賛成よ。そうよ。そんな行為は断然下劣よ。医師の変態だわ。あら。どうなった?私に宿題をさせておいて、勝手な学説をこねまして得になってる人は。でも、このグラフは。大変よ。先生。なんでその慌てぶりは?泥棒猫そっくりじゃありませんか?では皆さん、昨日の宿題を出してください。マグロさん、はい。
さん。さっきはどうもありがとう。あなたを見立ててくれたんで、とっても嬉しかったわ。うん、私だって腹が立ったのよ。自分があんなことやったらどんな気がするか。それ考えてみたらいいんだわ、あの人たち。そうだわ、本当に。ねえ、夏子さん。私電車に乗ろうとして今朝これ拾ったのよ。あら、男持ちね。ええ、大学生なの。すぐ渡そうとしたんだけど、電車が出ちゃったのよ。だから、明日の朝停留所で待ってて渡そうと思うの。まあ、ロマンチックだわ。どうして？あなたが待ってると、やがて耳うるわしき貴公子が現れる。そして彼は彼女の手を。だったらいいけど。ね？その人あなたの素敵なボーイフレンドになりそうだわ。私のみたいな頼りなんじゃなくて。こんにちは。ああ、ミック。あ。卒業論文の研究テーマ決めたかい？あ、だいぶ前からやってるんです。近親結婚における優生学的可視ってテーマなんですが。で、どうなんだい？結論は。ああ、できれば肯定したいんですが。はい。学問に指摘感じは禁物だぜ。どうしてです？え？いとこの秋子さんっていう高校生を対象に考えてんじゃないのか？ねえ、どう？晴れ日。そうね。ちょっといいわね。うん、いいわね。まあ、セカンドクラスってとこかな。大負けで7点。これ、真っ赤な顔してたわ。はる、順調型ね。最高。こっち向いて。こっち向いて。負けて6点。5点。4点。3点。2点。なっちゃん。あら、山川さん。待ってたんだよ。なに、こんなとこで待ち伏せしてて。お家行ってればよかったのに。実はね。先輩の吉沢さんが今度大阪へ転勤するんで、その送別のパーティーに招待されたんだよ。吉沢さんって週休部の吉沢さんでしょ？ああ。光栄じゃないの。行ってらっしゃいよ。それがね、実はね、パートナー同伴なんだよ。ね、頼むから君一緒に行ってくれよ。お母さんには内緒だよ。力減るから。そうね。お父様に知らせてあげられるから、いいわ。行ってあげる。その代わり、私の言うことも聞くのよ。はあ。何でも聞くよ。じゃあ、プリンスで待ってるからすぐ来てくれよ。うん。ただいま。おかえりなさい。ただいま。お母様。私、お友達と二人でね、パーティーに行くって約束したんだけど、行ってもいいでしょ？ねえ、これどうかしら？いつ？これからすぐ。ダメ。あら、どうして？前からお願いしていた、あなたのお勉強を見てくださる方ね。さっきからいらしてるの。ご挨拶に行きましょう。いやだ、今日は。だってせっかくお約束しちゃったんですもんね。ねえ、お願い。明日からにしてもらって。ダメよ。初めて来てくださった日からそんなことじゃ。母様、今お茶を持ってきますからね。一緒にいらっしゃい。何してるんです？お待たせいたしました。夏子でございます。僕、三木真人と申します。よろしく。ああ、三木さんでいらっしゃいますでしょ？秋子さんとこの。はあ。じゃあ、あなたはアヒコさんの。
いや、いとこ同士なんです。しかし、偶然です。さあ、どうぞおかけになって。はあ。料理で明子さんはよくお出来になりますので、夏子もそのうちきっと成績が良くなるわよ。うん、簡単に言わないでよ。昔の女学校とは違います。ねえ、美樹さん、お母様だったら二言目には明子さん見習えって言うのよ。明子さんだとお家にいらっしゃった時は私と同じでしょ。はねえ。はあ、どうですか。それをなんだった。やっぱり明子さんね。うん、知らない。おい、山田。どうしたんだよ。来ないじゃないか。自慢してたお前の網。そのうちに来ますよ。さては振られたな。そんなこと。まあいいさ、振られんのも。それも恋愛修行だからな。鈴木さん。かわいいぼやつかまえて何いじめてんの？いじめんのはマダムじゃないか。ね。元気出して。一杯飲みなさいよ。はい。そう。頂点 A における、外接円の接線を OP とすれば、各 OAB プラス各 CAP は、この3つの角の和の2分の1である。すなわち90度ということになりますね。聞いてるんですか？私なんだか悪いことしちゃった。パーティーの約束ですか？だって今夜だって私の青春の大事な一コマよ。ダンスを楽しむのと、数学で苦しむのと、どっちが人生に意義があるか疑問だわ。まあ、人生の意義は今度はゆっくり考えましょう。さあ、各 OAB。お医者様ってロマンチックじゃないわね。ミキさん、恋愛の経験おありになる？ないですね。幸いにして。まあ、幸いにしてたなんて。不幸だわ。本当よ、二十歳にもなるまで恋愛もしないなんて。恋愛なんてものはほっといたって誰でも覚えますよ。しかし、数学はそうはいかん。ほっといたら一生覚えられない。さあ、書いて、書く OAB。さあ。あ、寒いで。しょうがないよね。寝て。水。かわいいだね。ただいま。おかえりなさい。遅かったのね。アルバイトの先どんなうち？それがどうだと思う？君の友達の夏子さんの家だよ。まあ、夏子さんの？うん、長尾らしいけど、なかなか可愛い人だね。そうね。お腹すいたでしょ？ああ、ごちそうになってきたんだ。せっかくアキちゃんのごちそう食べないで悪いけど。うん、いいの。お金持ちのごちそうに比べたら、私の作ったもんなんか。そんなつもりで僕は。もういいの。私今度からもう学校のこと教えてもらわない。アキちゃん、どうしてそんなこと？だって、夏子さんに教えたらお礼がいただけるんでしょ？そりゃ、お礼なしのアルバイトなんてないからね。いいの。私は一人ぼっちでいいの。バカだね。
どう気分は。僕は、すっかり酔っ払っちゃったのね。重かったわ、ここまで抱えてくんの。はぁ、疲れちゃった。坊や、かわいい目してるわね。あら、閉まってる？そのドア、時々そうなんのよ。だけど、もう遅いわよ。その灰皿取ってくれない？は。そのマッチも取って。ありがとう。ねえ。私になった。あ、こりゃ、すっかり諦めたんですよ。どうもありがとう。いいえ。それで今まで僕を待っててくれたんですか？ええ。また、放物線 y イコール x 次乗と直線 y イコール ax プラス b との交点を図上で求めて、二次方程式を解く方法や、双曲線 xy イコール1と直線 y イコール ax プラス b との交点から二次方程式を解くことを考えた。わかりますね。また、私たちは、比例関係や一次式の関係を直線で表したり、数関係を読み取ることができるのである。このように図を用いて数値を読み取って行う計算を図表計算といい。この時計は形は古いですけど、僕にとっては親父の大切な形見なんですよ。じゃあ、お父様お亡くなりになったんですの？ええ。私も7つの時、父が出世してそれっきりですの。そうですか。そりゃ偶然だな。僕は今頃になって、妙に父親が恋しくなってくるんですよ。私もそうですわ。まったくこの気持ちばかりは、同じ境遇のもんでないとわかりませんからね。どうぞ。さあ、どうぞ。
そばに僕のアパートがあるんですけど、寄ってきませんか？でも。こんなところにいて、あなたのお友達に見つかってもまずいでしょうし、お別れすんのは惜しいし。寄ってらっしゃいませんか？ごめんなさいよ。さあ、おかけなさいよ。え。お茶でも入れましょうか。私がいたしますわ。いいですよ。でも。そうですか？じゃあ。怒ったの？またいらっしゃい。とてもよく似合う。まあ、気に入ってもらってよかったよ。曲がってない？急に出張することになったんで、思い切ってやってきたんだが、僕たちのこと、なるべく早くアキちゃんに話してください。ええ。あなたがお帰りになるまでには、きっと。じゃあ、これもそれまでは渡せないわけだね。ええ。あの子、とても感じやすい子なもんですから。今まで君が一人で苦労して育ててきたのに、
途中から父親だなんて虫が良すぎるかもしれないけれど。いいえ、そんなこと。あの子にはこれから本当に父親が必要なんですもん。山川さん。お寝坊ね。君はいつでも男の部屋に無断で入るのかい？だって、起こしたって起きないんですもん。何しに来たんだい？謝りに来たの。昨日、お約束破っちゃって、ごめんなさい。怒ってんのね。学校もそれで休んじゃったの？そんなこと言ったってもう遅いよ。ねえ、そんなこと言わないでよ。ねえ、私山川さんの大好きなチョコレート買ってきたんやったのよ。ねえ、食べない？いつからタバコ吸うようになったの？僕ぐらい吸うさ。いつまでも子供じゃねえや。ずいぶん変わっちゃってんのね。大きにお世話だよ。およしなさいよ、山川さん。そんなことしたら、遠いとこへ転勤なさったお父様に悪いわ。ねえ、およしなさいったら。おい、どうせよ、何すんだい。いや、あなたなんかもう絶好だわ。はい。くわよ。よし。はい。早く早く。よ。お兄さん。よ。あ、ごめんごめん。大丈夫か、リツコちゃん。はい。今度はうまくやろうね。ほい。ほら。せっ。あ、ただいま。お姉さんのお帰り。お帰り、算数50点。いやん。50点。ミキさんまでそんなこと言って。ごめんごめん。さあ、機嫌直して勉強勉強。いや。Thank you.
僕のアパートすぐそこなんですけど、寄ってきませんか。怒ったの。またいらっしゃい。なんだ、入ればいいのに。濡れちゃったね。ひょっとすると来てくださるんじゃないかと思ってたところですよ。さあ、お拭きなさい。すいません。急に降ってきましたからね。上着を脱いで、しばらくこれを着てなさい。すぐ乾くから。これをぐっと飲んでもらいなさい。温まるし、元気も出ますよ。Thank you.
君の方から入ってきたんじゃないのかい？またおいで。どこ行ってきたんだい？アキちゃん！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 若尾彩子と南田陽子、前作よりも大人っぽくなってたよね。うん、前作と同じ年に公開された作品なのに一気に大人びた感じがしたわ。裕福な家庭に暮らす若尾彩子、母と貧しい暮らしを送る南田陽子と、それぞれの家庭環境は前作と似たような感じだったね。そうだね、今回は南田陽子の方が出番が多くて、なんか主役っぽく感じたな。確かに。他に何か感じたことはある？明子があの腕時計の男にもう一度会いに行ったのがちょっと理解できなかったな。わかる。孤独感が強くなっていたのはわかるけど、初対面であんなことされた相手にはもう二度と会いたくないと思ってもおかしくないのにね。あと部屋に来た明子をアルコールで酩酊させてひどいことをしたあの男が許せなかったな。確かに。次回は続10代の青天後編を見ます。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。